ビーバレティ。チョコだよ。だって今日バレンタインデーじゃん。いやあのね、作り出したらなんか興が乗ってきちゃって、気がついたらご覧のありさまだよ。50個くらい。いやこれめっちゃやばいんだって。卵型のチョコの中身が空っぽになってて、メッセージカードが入ってるんだぜ。どうよこのあたしちゃんの天才的発想。美味しくて遊び心満載。はあ、やばった。え、もう似たようなものがある。あー、まあ、いっか。とりま一個開けてみそう。あー、それハズレだね。この中に当たりはただ一つ。見事引き当てることができるかな。さあ、ジャンボさん、レッツチャレンジだぜ。あ、でも開けたのは全部食べてね。真心とか超こもってっから。惜しい。お悔やみ申し上げます。はあ、なかなか出ねえな。仕方ない、あたしちゃんも参加するか。ラッキーカラーは青。誰だよこんなの入れたの。口ん中甘くなってきた。休憩休憩休憩します。せっかくだからバレンタイントークしようぜ。チャモス、今年は何個もらったの。わはははは、モテすぎか。いや、なんか腹立ってきたな。爆発して。誰彼構わず愛嬌振りまいちゃってさ、こりゃ後輩ちゃんも苦労するわね。ほどほどにしとかないといつかやけどしちゃうぜ。まあ、もし何かあっても骨くらいは拾ってあげるけどさ。あー、そろそろ限界じゃない。無理して食べなくてもいいよ。この後も山ほど食べるんでしょ。鼻血出てもしんないよ。あ、そういうところじゃーい。あっぶねえな。油断するとこれだよ。ジャマズ、恐ろしい子。あ、ああそれ当たり。おめでとちゃん。いやいや、これでも褒めてるんだってば。本当にあげたかったのはその一枚だけだったし、危うく企画倒れになるところだったよ。うん、引き当ててくれて嬉しい。さーてと、当たりも出たことだし、次はカオルッチのところに行こっかな。それはね、世界で一番元気が出る最強の呪文、ピンチの時に思い出すといいよ。それじゃあね、チャマス、チョコの食べ過ぎには気をつけなよ。
友達としてのメッセージだからね。変な勘違いしないでよね。ツンデレか。あ、自分で言って笑っちゃった。